カービューは、ヤフー株式会社と株式会社カービューが運営する、自動車、バイクの総合情報サイトである。カービューは、自動車関連ニュース、著名ジャーナリストを起用した、記事、自動車、カタログ情報、中古車情報、バイクのニュースカタログ、中古車情報、同社車 SNS サイト、民からとのユーザーレビューの連携等、車に関する、 あらゆる情報を扱う総合情報サイトである。株式会社リクルートホールディングスが運営するカーセンサーネットから情報提供を受け、中古車の販売情報を掲載している。車種ごとに歴代モデルやスペック、口コミ、Q&A、相場価格などの情報を掲載している。自動車の一括査定サービス、自動車に関するニュースを掲載している。 自動車に関する編集記事を掲載している。試乗機では、走行性能やデザイン、最新の安全性能や、自動運転技術について、自動車評論家による解説を読むことができる。バイクの新車、中古車情報やニュースを掲載している。カービュー、編集局長の宇田川淳は、日本カーオブザイヤー実行委員であり、執行部として事務局、初期担当、広報補佐を務めている。 車の楽しさを伝えるべく、普段は取材される側のメディア自らチームを組み、松田ロードスターで4時間の耐久レースを行う、メディア対抗ロードスター4時間耐久レースに2008年から毎年出場している。カービュー編集局長の宇田川敦氏は、メディア対抗ロードスター4時間耐久レースの実行委員を務めている。2011年には優勝、2013年は2位。 2017年は5位に入賞したサービス株式会社カービュー2019年4月25日閲覧 AB カービュー SNS 中古車仲介充実日本経済新聞 https www. 日経 .com アーティクル約クスク8954万870 R20C15A7H56A002019 年5月7日、閲覧。実行委員会。日本カーオブザイヤー。2019年4月25日閲覧。AB、過去の競技結果。メディア対抗ロードスター4時間耐久レース。2019年4月25日閲覧。遠隔、株式会社カービュー。 2019年4月27日閲覧。Yahoo 自動車と carview.co.jp が投稿してカービュー e インターネットウォッチ https コロンスラッシュスラッシュインターネット w a t c h i m p r c o j p スラッシュ docs スラッシュニューススラッシュ602580ド html2019 年4月25日閲覧。 ヤフージャパンとカービュー、日本最大級のカーライフ総合情報サービス、カービュー、を公開、ヤフー株式会社、株式会社カ <harassment S 1> co. ービュー、https コロンスラッシュスラッシュ blogs.yahoo.co.jp スラッシュ yjpurple ブログ、24487048、html2019 年4月25日、閲覧。 カービュー、ニュース記事へのコメント投稿機能を追加。ユーザー間のコミュニケーション活性化を推進。株式会社カービュー、https コロンスラッシュスラッシュ www.carviw.co.jp スラッシュブログスラッシュキャットカービュー、2379、2019年4月25日、閲覧。 カービュー、東京モーターショー2015の事前特集をリリース。60個のサプライズ情報、チャリティーオークションなど、株式会社カービュー、https コロンスラッシュスラッシュ www.carviw.co.jp スラッシュブログスラッシュキャットカービュー、2357、2019年4月25日、閲覧。カービュー、民から、 東京オートサロン2016を開催前日から特集ページで紹介ヤフージャパンの疑似 3D 画像をカービューでも採用イけてる車や会場の臨場感をネットで体感できる株式会社カービュー https コロンスラッシュスラッシュ www.carview.co.jp スラッシュブログスラッシュキャットカービュー2345 二千十九年四月二十五日、閲覧。カービュー、バイク情報拡充。バイクブロスと提携、月間百本を超えるニュースを配信。バイク買取一括査定サービスの提供も開始。株式会社カービュー、https コロンスラッシュスラッシュ www.carviw.co.jp e スラッシュブログスラッシュキャットカービュー、2339。 2019年4月25日、閲覧。カービュー、スマートフォン向けブランド広告を提供開始。株式会社カービュー、https コロンスラッシュスラッシュ www.carviw.co.jp スラッシュブログスラッシュキャットカービュー23312019年4月25日、閲覧。カービューと民から 東京オートサロン2017の特集ページをオープン。株式会社カービュー。https コロンスラッシュスラッシュ www.carview.co.jp スラッシュブログスラッシュキャットカービュー。15072019年4月25日閲覧。カービュー東京モーターショー2017の特集ページをオープン。株式会社カービュー。 https://www.carview.co.jp スラッシュブログスラッシュキャットカービュー15032019年4月25日閲覧カービューと民から東京オートサロン2018の特集ページをオープン株式会社カービュー h t p t p s コロンススララッッシシュュ w w w c a r v i w c o j p スラッシュブログスラッシュキャットカービュー14972019年4月25日閲覧カービュー車情報を Yahoo Japan ID に連携させる新サービス開始 レスポンス、https コロンスラッシュスラッシュレスポンス jp スラッシュアーティクルスラッシュ2019スラッシュ01スラッシュ31スラッシュ318652ドッ html2019 年5月7日閲覧。カービュー、ヤフーと協力し、車情報をヤフージャパン ID に連携させる、マイカーページをリリース、株式会社カービュー。 https://www.carviiew.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュブログスラッシュキャットカービュー14912019年4月25日閲覧ありがとうございます